はいどうも、ケンタ店長です。こんばんは。普通に登場しましたね。今回うざい挨拶は抜きにします。でですね、今回のお話はですね、まあたわいもない話なんですけども、照明ついてますよつけました。好評なんでちょっと照明つけていきましょうね。これ照明つけるとね、あの太った顔がですね強調されて、ちょっとどうなのかなと思うんですけど、まあ一応好評なんで強いと照明つけてやります。はい。でですね、今回の話はですね、本当にもうくだらない話なんですけども、この間ちょっと久しぶりにですね、ちょっと病院に行ったんですよ。で俺はめったにね、風邪ぐらいじゃあんまり面倒くさいし時間もないんで病院行かないんですけども、なんかね、1ヶ月ぐらい前から結構会社ですごい風邪が流行ってて、1ヶ月半ぐらい前かな、もうすごいみんなごほごほやってて、で俺も最初の方に風邪っぽくなったんですよ。体調悪くなって、でまあ結構あのね、わりかしその引き始めじゃない、なんだろう、流行り始めに引いたから、まあまあ免疫できて大丈夫だろうと思ってたんですけども、なんか良くなってはぶり返し、良くなってはぶり返しの、それの繰り返しでね、ずっともうほんと1ヶ月半ぐらい今に至るんですけど、本当に1週間ちょっと良くなって、また次の週悪くなって、で3日4日してまた良くなって悪くなっての繰り返しだったんですね。まあ、テーマ多分トレーニングするからなんでしょうね。トレーニング、やっぱハードトレーニングするんで、結構免疫、体の免疫下げるんで、多分そのタイミングでまたぶり返すんでしょうね、風邪が。で、あんまりちょっと風邪ね、ぶり返し続けてると、トレーニングに響くっていうか、結構影響するんで、これちょっと一回お医者さんに行ってちゃんとした薬もらおうと思って、久しぶりにですね、近所のね、町医者に行ったんですよ。大きい総合病院とかじゃなくて、近所のちょっと内科に行ったんですね。でそこ子供の時からもうずっと行ってるっていうか、まあ本当に小学生低学年ぐらいから結構行ってたとこだったんで、もう顔なじみなんですね。もう顔なんかとかね、外見変わっちゃってるけど、診察券出すと受付の人ももう、俺が小学校低学年の時はずっと同じ人だから、あー、ケンちゃんいらっしゃいみたいな感じのね、ちょっと結構もう、まあ、顔なじみのとこだったんですよ。で、まあ、そこで行っかと思って、まあ、この間行ったんですよ。久しぶりに。したっけさ、俺すげー、うっかりしたの、忘れてたの。というのもね、そこの病院さ、なんていうの？もう、老人軍団がすごいんですよ。ご老人軍団がですね、もうごった返してまして、すんげえ時間かかるの、呼ばれるまでに。というのも、まあ、扉入り口ね、まあ、病院の入り口入って、すぐ、もう、ちっちゃい玄関があって、で、もうすぐ5畳ぐらいの、なんか、待合室で、で、受付がそこにあって、みたいな感じの間取りなんですね。でさ、もうその5畳半ぐらいのさ、その待合室にさ、ものすげえ人数のご老人が、もう、行った時、すでにもうごった返してんのよ。で、俺、うっかりしたと思って、そうだ、ここ、そういう感じのとこだ、と思って。というのも、総合病院行くと長いかなと思って、その近所のとこに行ったんですよ、俺は。手軽だと思ってね。うわ、これでも、うかつだった。これ多分逆に、総合病院行った方が早かったかもしれんな、と思って。でさ、もう、すごい、もう、席なんてさ、もう全部埋まっちゃってるから、立ってる老人さんとかもいるぐらいのよ。だから、もちろん俺も立つわけだし。で、もう、スリッパとかもさ、なんかもう、なんつうの、もちろん俺が履くスリッパなんか残ってないのね。全部履かれてるから。でスリッパも一応ね、2色あんのよ。クリーム色のスリッパと茶色のスリッパがあるんだけど、もうみんな適当に履くもんだから、もう足元めっちゃおしゃれなことになってて茶色とクリーム色のスリッパの交互に履いてる人とかも結構いてさ、もうなんかストリート系みたいなことになってるみんな おじいちゃんおばあちゃんが。でね、そうちょっと始末の悪いことに、皆さんね、本当に体調悪くて来てる方多分半分ぐらいなんですよ。多分。もう全然体調も悪くないのに、話し相手とかね、コミュニケーションを求めに、その病院に来ちゃってる方々がね、結構いるんですよ。過半数が多分そうなんですよ、そこの病院。昔からなんですけど、それを忘れててね、俺、行っちゃったんですね。だからなかなか呼ばれないんですよ。そんな、ような人たちがいっぱいいるもんだから。
でね、これ結構深刻ですよ。多分これ結構体調悪くて行った人とかも、そのね、体調悪くないのに来てるご老人たちを待たなきゃいけないから、ね、一向に進まないんですよ。で、その受付のね、おばあさんも、まあ俺が子供の時はお姉さんだったんだけどね、もう、お姉さんっていうわけでもないか。40、30後半ぐらいだったんだけど、今もう60近いぐらいの受付の人で、で、もう、みんなその、ね、おじいちゃんおばあちゃんも近所の人たちだから、もう慣れ親しんじゃって、話盛り上がっちゃってるんですよ、受付の人も一緒になっちゃって。で、お医者さんの人も、俺が子供の時からやってる人だから、今もう結構ヨボヨボのおじいちゃんになってて、その、お医者さん、見てくるお医者さんがね、なんかもう、なんか歩行器らしきね、変なね、歩行器じゃないんだけど、歩行器らしきなんか変なユニットになんかあの、捕まれて、なんかそれカラカラしながらじゃないと、あの、移動できないような、ヨボヨボのおじいちゃんがお医者さんで見てくれてるんだけど、その人も一緒になってさ、あの、待合室じゃなくて診察室にいるんだけど、診察室から声飛ばしてくんのよ。会話に参加してくんのよ。もうすんげえカオスな状態になってるもう病院で、で、そこさ、なんていうの、予約なんか取ってないのに、なぜか知らないけど、後から来た人とか通しちゃったりとかすんのね。どうぞ、みたいな。もうむちゃくちゃなさ、もう病院になってて、で、俺なんか若いからさ、まだ平気でしょじゃないけど、元気なんだからっていう風に感じで、最後の方に回されるんだよ、俺。すげー人数いんのよ、もう5畳ぐらいのとこに、10人どこじゃなくて、もう20人近くの老人がごった返してて、もうね、むちゃくちゃよ。呼ばれても返事はしないし、いるんだかいないんだかわかんないんだけど、呼ばれても全然返事しないし、すごいよ。めちゃくちゃ時間差で、何々さん、何々さんってみんなワイ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 してさ、いませんねってさ、どんどん全然、どん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 先の方のね、違う人呼ばれてって、で、あの、30分ぐらいに、あれさっき呼ばれた俺みたいな。遅すぎるだろ、お前。お前30分ぐらい前に呼ばれてるよ、おめえよ、と。だんだんね、最初の頃は俺もね、ニコニコしながら立ってね、そうですね、俺もほら話混じって、やっぱ話してくるからね、お兄さんね、今日はどうしたのとかさ、お兄さんなんかどうのこうのとかさ、なんかスポーツやってるぞとかさ、話しかけてくるわけよ。で、俺も別にね、俺おばあちゃん子だったから、もうずっとおばあちゃんに育てられててね、あの結構おばあちゃん子だったから、もう老人とかご老人結構俺、お話しするの好きだから、まあ結構話すんよ。で、まあそんな感じだったんだけど、あのね、すごいのよ、もう、この間行った時に、むちゃくちゃなやつが来て、あの、なんていうの、まあ、俺が後からね、2、3人後ぐらいに来たのね、その、むちゃくちゃな老人がね。で、さっきも言ったように、ここ、何にも体とか体調悪くないんだけど、お話をしに来ちゃってる人が結構いるんですよ、実際にね。あの、これ結構いろんなところ、町医者のね、とこで見られる光景かもしれないのだけど、結構ほんとそういう人が多くて、でね、この間行った時に、後から来たそのむちゃくちゃなやつが、松なんとかさんって呼ばれてたな、松、名前少女ごめん、うろ覚えだから、ちょっと、まあ、仮に松野さんっていう、松野さんにちょっとしとこう、仮名。うん。で、まあ俺が、もう何人か減ってきて、俺もちょっと端っこの方に座れるぐらいになったんですね。で、端っこの方に座って、俺ジャンプ読んでたの。ジャンプ、本ね。ジャンプ読んでて、ああ、ジャンプ見て、早く呼ばれねえかなと思ってね、思ってね、みんなワイ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 さ、いろんな話なんかしてるわけよ。老人さんがね。で、受付の人まで一緒になってさ、話してさ。で、多分、時折先生がさ、それは違うだろうとかさ、いろいろな、あの、奥の方から聞こえてきてさ、もううるせえなと思って、早く呼ばれんかなと思ったらさ、ガラガラーンってまた入ってきたのよ。ちょっともう、見るからにちょっとなんか話のちょっと、なんか通じなさそうなじいさんが入ってきて、あら、まあ、松野さんにしとこうね。あら、松野さん、昨日来たばっかのに妹今日も来たのって受付のね、おばあちゃんが言うわけよ。で、今日はどこが悪いの？ねえ、どうしたの？昨日来たばっかの、今日はどこがまた風邪？って言ったらさ、そのおじいちゃんもうこれ言っちゃいけないこと言ったからね。どこも悪くないって。じゃあ来んなよ！おいお前。それお前そうだとしてもそれ言っちゃいかんだろ、それ。めっちゃでかい声でさ、どこも悪くないって言うから。そっから来んなよ、じゃあお前。何しに来たんだよ。病院だぞ、おい。じいさんの受付の人もさ、じゃあ、どうしたの？じゃあ、どこも悪くないんだ、どうしたの？そしたら、家にいても暇だから来たって言うの。来んなっつってんの、それ言っちゃダメだろ、それ。ねえ、正直に言うな、そんなこと。体調悪くて待ってる人一応いるからね。あの、ねえ、俺だって早く来てほしい。ねえ、終わってほしいのに、そんなんで時間取らない。じゃあね、暇だから来たって、じゃあもうその辺座って待っててなんて受付の人も言うからさ、何を待つのその人は一体。
何を待たせてんのそれ。ねえ、一体何しに来てんの本当。俺だってそれさ、正直ね、俺ね、ご老人だからあんま言いたくないけど、俺ね、それ、俺言いたいよ、お前帰れって。俺本当だったらね。本音は言いたいよ、お前帰れって。どんだけ俺の貴重な時間割くつもりなの、この人たちと思って。めちゃ時間かかったよ、結局そんな、こんなであれだからさ。みんなめっちゃギャラリーとかもさ、そのさ、どこも悪くないなんて時にさ、あーって盛り上がるわけよ。何が面白いのそれ。ねえ、何にも面白くねえよ、こっちはよ。ねえ、俺だって暇じゃねえからさ。まあそんなこんなでね、地獄を見てきました。ものすげえ時間かかりましたよ。だって俺ジャンプ何冊読んだもん。ジャンプね、3、4冊読みましたよ。待ってる間に。あんまり携帯とかもね、病院だからいじくっちゃいけないだろうから、よろしくないから、もう本読むしかないと思ったけど、ジャンプめっちゃ読んだね。しかもめっちゃ古いジャンプ。なんかお正月とかのあの、増刊号みたいなの読んだもん。いつのジャンプだよ、これと。多分今年のしかも正月のジャンプじゃ多分ねえんだよ、あれ多分。めっちゃ古いジャンプなんだよ、多分ね。だってさ、何冊目かわかんないけど、ピュート吹くジャガーやってたよ。いつのジャンプこれと思って。もうなんかジャンプの色もさ、おかしいのよ。なんかもう色あせちゃって。なんだか知らねえけど。あとクッキングパパね。あとね、俺が寄付したジョジョの奇妙な冒険の文庫本のイギーのところ。そこだけ一冊あんのよ。俺が寄付したっていうか、俺がもたまたま読んでて、そのままね忘れてったんだけど、そのままずっとそこにあんだけど。ドゥールのとこね。そこだけあんだよ。誰か読むんかなあれ多分。うん、そんな感じのね、病院で地獄見てきました。はい。一日使っちゃったよ、ほとんど。半日使っちゃったもんね。大変でしたね。はい。まあね、そこの病院、僕がね、胃潰瘍になった時にですね、ただの食べ過ぎですっていうね、やぶ判断を下したんですね、病院なんですけども。バーベキューで食べ過ぎたんでしょう、食べ過ぎですって言われましたね。胃潰瘍でしたけど。まあそんな感じで地獄を見てきました、というね、本当のヨタ話です。はい、すいません。以上です。はい、ケンタ店長でした。